というわけで今回は、バルモニカを使っていくよ。ASMR テーマとも呼ばれてた、あのペンデュラムテーマですね。ペンデュラムテーマは食わず嫌いしてたけど、バルモニカは美少女テーマだから使ってみたいと思ったのだよ。今回のバルモニカ参戦で、一部のカードは実装されてないけど、ほぼフルパワーバルモニカって感じだな。ちなみに、未実装のカードは何があるんですか？現状、未実装のバルモニカカードは2種類。リンクモンスターのバーラルと、罠カードの送信のバルモニカ。バーラルはテーマ内のエースカードで、送信は、高校ワンキルのパーツにもなりうるカードだな。実装されたら、またその時にデッキ紹介でもするよ。実際バルモニカを回してみると、楽しくて。バルモニカも私の中で戦闘機ぐらい好きになったテーマだな。ボス陣の戦闘機ぐらい好きというのは大回しの一番好きという表現方法なのです。特にセレちゃん、この子本当に可愛いよな。セレちゃんって、セレトリーチェバルモニカのことなんですね。調べたところ、セレトリーチェというのは、イタリア語で選択するものの女性系を意味するらしいですよ。じゃあ名前はなんて言うんだい？それでは対戦、よろしくお願いします。見せてもらおうか、新テーマのバルモニカの力とやらを。お相手さんいきなり増殖する G を打ってきたけど、お構いなく展開するよ。まずは愚かな服装で、救いの架け橋を墓地に送る。救いの架け橋の墓地効果で、宝玉銃とフィールド魔法をサーチするよ。サーチするのは、コバルトイーグルと天魔の聖戦機。聖戦機を発動して、バルモニカモンスターをサーチするよ。サーチしたアンジェロの効果で、セレちゃんを墓地に送って、デモーネと一緒にペンデュラムゾーンにセット。セレちゃんが墓地に送られたら、ペンデュラムゾーンにバルモニカカードが2枚あれば手札に戻せるよ。ペンデュラムの手札コストにしたら、そのまま回収できるので、あの損しないですね。もちろん、リンク素材とかにしても戻ってくるよ。セレちゃん、いつでも私の元に帰っておいで、美味しいご飯作って待ってるよ、ぐへへ。召喚演出最高な、セレちゃんを召喚。召喚時効果で、シェルターをサーチするよ。セレちゃんの召喚時効果は、通常召喚とペンデュラム召喚時だけなので、特殊召喚では効果、使えないので注意しようね。シェルタでインビターレをサーチし、そのまま発動。二つ目の効果を選び、天使を手札に、悪魔をエクストラデッキに表側で加えるよ。ペンデュラム召喚、揺れろ、魂のペンデュラム。なんと5の間、レベル4モンスターが、複数体召喚可能。デモーネの効果で、シェルタのダメージを受ける方、すなわちサーチ効果をコピーする。カウンターがたまらなかったので、別の展開方法をしていくよ。アンジェロとデモーネを素材に、マスカレーナをリンク召喚。マスカレーナとセレちゃんで、リトルナイトをアクセルリンク召喚するんですね。それに、素材にしたセレちゃんも手札に戻ってくるぞ。妨害を立てながら、リソースも回復できるのは偉いですね。そりゃセレちゃんいい子だからな。王の棺を発動したタイミングで、マスカレーナの効果を使い、リトルナイトをアクセルリンク召喚。王の棺ということは、お相手さんのデッキはホルスですね。リトルナイトの召喚時効果で、棺を除外するよ。それと同時に、リンク素材になったセレちゃんの効果で手札に戻す。ここでお相手さん、墓穴の指名者ですね。出たな、美少女の足を触りたがる指名者。墓穴対策で、屋敷わらしでも入れておいてもいいな。蘇生や回収とかも対策できるのでいいと思いますよ。リトルナイトで棺を除外しておけば、ホルスも自己蘇生できないな。それに、立動のバルモニカも伏せてあるから。2枚目の棺や、ホルスのフィールド魔法も除去できる。お相手さん、ナチュルとの混合デッキみたいですね。ナチュルカメリアの召喚時効果も、無限法要で無効にするよ。おや、無限法要の伏せてた列での、魔法と罠も無効になっちゃうぞ。と、お相手さんサレンダー、対戦ありがとうございました。2戦目、対戦よろしくお願いします。今回も私が先行。デモーネの効果で、手札を1枚コストに。デッキから、アンジェロと一緒に、ペンデュラムゾーンにセット。シェルタのサーチ効果を選び、聖戦機をサーチ。聖戦機を発動して、セレちゃんをサーチするよ。聖戦機のタイミングで、増殖する G を打たれたけど、今回もお構いなく展開していくよ。超絶可愛いセレちゃんを召喚して、バルモニカカードをサーチしたいな。お相手さんここで無限法要発動してきましたね。やはり初動は止められますね。本来なら、ここでインビターレを持ってくるつもりだったけど、すびきできてたから問題ない。インビターレを発動し、デモーネを手札に、アンジェロを表側でエクストラデッキに加える。
そしてペンジュラム召喚、揺れろ、魂のペンジュラム。レベル4モンスターが複数召喚可能。ペンジュラム召喚したデモーネの効果で、シェルタのサーチ効果をコピーして、ベルサーレをサーチ。ベルサーレを発動して、墓地に送る効果を選び、ディサルモニアを墓地へ送る。アンジェロの効果で、今、墓地に送った、ディサルモニアの回収効果をコピー。回復の場合は、除外からの回収だな。デモーネとセレちゃんでオーバーレイ。バグースカをエクシーズ召喚。もちろん守備表示だよ。そしてアンジェロ一体を素材に、ゼブフェイラをリンク召喚。これで、お互いのモンスターは守備表示になり、守備モンスターが発動した効果は無効化され、ゼブフェイラは自分のカードの破壊の身代わりにカウンターを3つ取り除く上に、墓地のバルモニカの魔法穴をコピーして妨害していくのさ。お相手さんのデッキは冒険みたいですね。大型のシンクロモンスターが出てきても、守備表示になるのでひとまず安心ですね。せっかく展開してくるなら、増殖する G でも打つか。救援の効果でダメージ食らっても、カウンターは乗るよ。それじゃあ私のターン、可能ならここからワンキルしたいな。まずはバグースカの素材になってたセレちゃんが墓地に行ったので、帰ってくるよ。シェルタを発動し、回復する効果を選んで、2枚ドローするよ。そして、イントナーレを発動し、これまた回復する効果を選択。墓地のモンスターを相手に選んでもらい、蘇生する。アンジェロに3つ目のカウンターが乗ったので、聖戦機の効果を発動。相手のモンスター1体を奪うよ。冒険暗転を発動してきましたが、ゼブフェイラで破壊は免れましたね。昇栄もまた、破壊耐性持ってましたね。本日何度目か忘れたけど、可愛いセレちゃんのご登場だ。蘇生してもらったぞ、ジーと、セレちゃんとバズースカを素材に、セレーネをリンク召喚。ゼブフェイラとセレーネを素材に、アクセスコードトーカーをリンク召喚する。このまま、昇栄と一緒に攻撃してもいいけど、せっかくなら、もう一体のバルモニカをお見せするよ。昇栄を素材に、ジュラルメをリンク召喚。カウンターを3つ取り除けば、3回攻撃が可能となる。攻撃力2500で3回も、とんでもない猛禽ですね。ジュラルメの攻撃でフィニッシュ。対戦ありがとうございました。デッキレシピ&解説のお時間だよ。バルモニカの特徴としては、ライフを回復するか、ダメージを受けて、ペンジュラムカードに共鳴カウンターを乗せて戦うテーマ。ライフを回復すれば天使に、ダメージを受ければ悪魔に、共鳴カウンターが乗るよ。バルモニカリンクモンスターは、天使か悪魔にカウンターが3つ乗っているとリンク召喚できる。なので、テーマ内の魔法と罠の回復か、ダメージのどちらかを選択して、カウンターを貯めていくのが、基本的な立ち回りだよ。テーマ内のカードじゃなくても、汎用カードで回復したり、ダメージを受けても良いんですよね。そうだな。相性が良いカードは山ほどあるけど、回復とダメージでそれぞれ1枚ずつ、相性の良いカードを紹介すると、回復は花水木、ダメージはトリッククラウンだな。花水木は、相手がメイン及びバトルフェーズに、効果モンスターを特殊召喚成功するたびに、そのモンスターの攻撃力分回復する手札誘発。相手が特殊召喚すればするほど、天使にカウンターが乗せれる。トリッククラウンは、墓地に送られたら、自身を含むエンタメージモンスターを攻守ゼロにして特殊召喚し、その後1000ダメージを受ける。蘇生時にダメージを受けるので悪魔にカウンターを乗せれるし、レベル4なのでペンジュラム召喚圏内に入っている。ましてや魔法使い族なので、アルテミスの素材にして、自己蘇生すればリンク2のリトルナイトにまで繋げれるぞ。以上、そのリトルナイトまでの展開方法は、セレちゃんでもできますね。セレちゃんの通常召喚した後に、アルテミスに変換させ、条件付きだけど手札に戻ってこれるので、ペンジュラム召喚でセレちゃんを出して、そのままリトルナイトに繋げるなんてこともできますね。カウンターを貯めるには、バルモニカのペンジュラムカードが必要なので、まずはペンジュラムカードを置くことが最優先だ。その他にも、先ほどのセレちゃんも、バルモニカのペンジュラムが、2枚セットされていないと回収効果を発動できないし、一部のバルモニカ魔法カードは、バルモニカペンジュラムカードがないと、選択する効果は、相手に選択権が移るので、やりたいこともできなくなる。なのでまずは、バルモニカのペンジュラムカードをセットしよう。今回、デッキに採用したギミックで説明するなら、宝玉獣ギミックかな。このギミックは、とある配信者様の動画で見たことあるので、私も知ってますよ。
まあ知ってる方も多いだろうけど、知らない方向けに説明するよ。コバルトイーグルは、自分フィールドの宝玉獣カードを、デッキトップに戻す効果を持っている。普通に使うとディスアドバンテージだけど、救いの架け橋という罠カードの墓地効果。デッキからコバルトイーグルとフィールド魔法をサーチするので、仮に手札に来てしまっても、召喚してデッキに戻して、墓地の救いの架け橋で、バルモニカのフィールド魔法と一緒にサーチできる。コバルトイーグルに召喚券使っても、フィールド魔法でバルモニカのペンデュラムをサーチして、ペンデュラム召喚もできるので、召喚券が無駄にならないですね。ましてや、コバルトイーグルもレベル4なので、まるで不死鳥のようにやってくるな。エクストラは、よく採用されてるようなエクシーズやリンクモンスターの解説は割愛するよ。見慣れない、ナンバーズの水属性がいますが、こいつは何するんですか？ラグナゼロのことかな。こいつは相手フィールドの元々の攻撃力と異なるモンスターを1体選択して、そいつを破壊し、デッキから1枚ドローするフリーチェーン持ちのモンスターだ。フリーチェーンで相手のモンスターを破壊して1枚ドローとは、とんでもない効果ですね。でも条件が、攻撃力が異なるモンスターのみと、かなり限定的ですね。そんな問題も、バルモニカで解決できるぞ。ペンデュラムカードのデモーネは、自分フィールドのカウンターの数。相手モンスターの攻撃力を100ダウンする永続効果を持っている。相手ターン中にも1個は必ずカウンターが乗っているので、必ず100以上はダウンするな。なので、ラグナゼロを出しておけば、ちょっとした妨害にもなるぞ。あとは、新規カードのエクシードザ・ペンデュラム。このカードを出せればほぼ確実にアクセスにつなげれるカードだな。リンク召喚時にエクストラの表側のペンデュラムモンスターを手札に加えて、ペンデュラム召喚可能な状態なら、ペンデュラム召喚可能なレベルを持つペンデュラムモンスターを、手札か墓地から特殊召喚できる効果を持っている。バルモニカならレベル4がペンデュラム召喚可能で、手札に加えるペンデュラムモンスターも、バルモニカのレベル4なので、確実にモンスターを出せますね。今回は採用されていないけど、ランク4のデュガレスも採用してもいいな。デュガレスといえば、2枚ドローか攻撃力を倍にするか、墓地からモンスターを蘇生できる効果を持ってるモンスターですよね。どの効果も強いんだが、個人的には攻撃力を倍にする効果がいいと思ってね。ジュラルネは3回攻撃ができるから、デュガレスで攻撃力を2倍にして、攻撃力5000で3回攻撃したいね。なんか、脳筋ですね。バルモニカの未実装の子、バーラルも複数回攻撃ができて、水属性。深淵に潜むものは水属性を素材にしていれば、自分の水属性の攻撃力を上げるという永続効果を持っている。セレちゃんは水属性だから、深淵くんの永続効果も適用されるから、バーラルの攻撃力を上げて複数回攻撃できるな。やっぱり脳筋ですね。